ティグラムのテトンです。今回はね、ドルイドチャレンジ来ましたということでね、触らぬ神にたたりなしということで、ドルイドにお任せよというようなチャレンジになっております。早速やっていきましょう。はい、というわけでやっていきましょう。編成とね、配置はこんな感じになってて、ドルイドをね、たくさん使えますよって感じ。まあ、2回ちょっとね、違うリプレイというか、同じやり方なんだけど、ドラゴンライダーとね、ドルイドのパートがね、変わってたりするので、ちょっとそこも合わせてって感じですね。まあ、まずはキングとクイーンとアイスゴレム使って下側からスーサイドやっていきます。対空砲を削れるような感じになってきたらボマーを準備と。はい、ボマーポーンとね、ガーゴイル投げてボマーポーンと。でキングのフィストも忘れなく。でちょっとね、僕いつもの感覚でフェニックスついてることが多いんで、この辺フリーズ打たないんですけど、フェニックスじゃないのでフリーズ使ってあげて、で今回はね、上の方からやっていくような形で、ここストライカーがね、飛んでくるので、ストライカーとシングルインフェルノにね、両方フリーズかけれるようなタイミングで打ってあげる。でこの辺ちょっとね、呪文のね、いろいろ打ってあげなきゃいけないんだけど、まあ、そこはいろいろなんだろう、状況を見て判断で打っていくっていうような形になります。まあ、防衛のストライカーとかシングル IT とか、その辺をねフリーズで潰していくと。でそうすると呪文がめちゃくちゃ余ってるので、ドラゴンライダーとかドルイドにレイジをかけてあげると、回復量も上がるし、ドラゴンライダーもこうしてのびのびね、ダメージも上がるというところで、これ強いっすね。ドルイドが空飛ぶユニットに対して回復を入れてくれると、もうね、クラクラ始めたばっかな時に誰もが最初に思いつくドラゴンヒーラーっていうのがね、実現するわけですよ。ドラヒーです。さあ続けてもう一本、ちょっとね今回はルートライダーパート違うな、ドラゴンライダーパート別バージョンでやっていきます。まあこれ最初からクイーンだけでいいやんってことに気づいたので、クイーン出してキングアイゴレで、テスラに対してもう今回はねテスラの位置が上がったので、ストライカーを当てていくと。でヒーローもここの3体しかいないので、ストライカーはもう全部使い切ってもいいレベルで3体全部やっちゃっても OK です。まあボマー使おうか迷ったんですけど、ちょっとバルーンで2-2で出してあげてっていう形を今回取ってみました。まあ、結果的にホーミングがあったのでね、あそこのアーチャーターが潰せないということが分かりましたね。でキングサイドカット、ここも同じような流れで、ロイヤルチャンピオンこっち3時から出してます。でクイーンにレイジ打ってあげてフリーズで、対空砲折れたタイミングでもドルイドとドラゴンライダー全部1点出しでいきましょう。今回はねドルイドをね入れてないんでね。でストライカーの方を勝利するのにちょっと時間もかかったんですけど、なんとか耐えと。まあ遅れてボマーを後ろからつけてフリーズで延命してあげるような形ですね。まあレイジは今回はクイーンの方にも打っていきました。ユニコーンにねレイジがかかると回復量も上がりますからね。でクイーンクローク合わせて、ドラゴンライダーの方もドルイドが5体ついてるので、まあ、このね連鎖で回復が上がるの強いですね。うん。でレイジかけてクマになっちゃいました。このねドルイドはね、壁を越して攻撃ができなかったりとか、壁越しで移動ができなかったりとか、クマさんすごいとこ落ちましたね。クマも壁を越えれないっていうところでついていけないんですよね。クマがね壁越えれないんで、結構こういうシーンも残念ながら増えるかも。ルートライダーとは違うところがこういうところですかね。ラッシーのいいとこ出ましたね。壁を越えれるという、はい。はい、というわけでね、いかがだったでしょうか。そうですね、まあテスラがこっち側に固まってて、まあスーサイドでタウンホールまでクイーンでヒーローでね取れるかどうかみたいなところがね大事になってくるところかなと思います。まあ新ユニットね、ドルイドというところでね、回復対象がいなければこうやって棒立ちするだけでクマになっちゃうんですけど、うん、まあこれを機にね、ドルイドの新戦術とかいろいろ、まあ新戦術でしかないね新ユニットなので、まあそういったねいろいろ使い方とかも判明していけば楽しいのかなと思います。というわけで今回こんな感じで終わりましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。クマになったら終わりましょう。クマになったら終わりましょう。おい、大量にクマが生まれてさようなら。